ラム説明を、今から行います。説明してくださるのは、天野さん、渡辺さん、沖さんの3人となります。はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さんよろしくお願いします。富士上小学校の保護者の天野です。これからですね、皆さんと一緒に楽しく熱気球を作りたいと思っています。作り方は非常に簡単なんですが、今ここに1枚紙貼ってありますが、後ろを向いてもらうと2枚、あと、円台側の方に1枚、作り方が説明されて貼ってあります。で、作り方はですね、ゴミ袋をですね、4枚用意しまして、このゴミ袋4枚を1つの大きな袋にします。作り方に書いてありますように、赤い部分ですね、側面を側面をですね、ハサミでこの部分を切ってください。これを4枚作ります。で、この赤い部分ハサミで切ったらゼロテープで留めます。で、それを4枚くっつけて1枚の大きな袋にします。このままだとですね、熱が入らないので、下にこの赤い部分、今度塞がってる部分なんですけど、ここにハサミを入れて切り込みを入れます。この切れ込みを入れたところを、紙をですね、2枚重ねて筒状にして中に差し込みます。それもセロテープで留めます。そして最後に、端の方ですね、この部分、点線の部分を三角形に折って、やはりセロテープで留めます。で、最後にですね、これ穴が開かないように、空気を漏れないようにしたいと思います。この紙なんですが、だいたい半分ぐらいのところで、ちょっとこれだと今中少し浅いんですが、もうちょっと中入れてもらって、半分ぐらいのところで止めてもらいます。で、出来上がるとこのぐらいの大きさになります。で、最後にですね、この部分からバーナーで熱を入れまして、この気球を膨らませますので、膨らますときにですね、バーナーで下からゴーッと炙りますんで、これ手で持ってると非常にね、熱いんで、こんな感じでちょっとこう耳をつけてもらってですね、ランチャーにセットするための、持ち手を。